水田直です。僕はこのメレンソンを作る。はい、というわけで今回紹介する作品はこちら、僕はこの目で嘘をつく。はい、僕はこの目で嘘をつくです。シャギアンダースから28枚目のシングルになります。1曲目、僕はこの目で嘘をつく。作詞作曲がアスカよ。2曲目、トゥリーダイジェスト。3曲目、僕はこの目で嘘をつく、オリジナルカラオケとなっております。はい、この曲も有名ですね。この一つ前、Say Yes、 めちゃめちゃ売れました。めちゃめちゃ売れたバラード曲です。まあ、ドラマ主題歌になったということでね、ボガーンと200万枚を超える大ヒットの曲になりまして、チャギアンダースからバラードだというイメージがもう根強くついた曲になりますね。で、その次に出た僕はこの目で嘘をつく、もうセイエスとは真逆のロック曲になります。まあ、そのセイエスのバラードのイメージっていうのも払拭したかったっていうのもあったみたいです。僕はこの目で嘘をつく、そもそもですね、アルバムツリーの中に入っている曲で、そこからシングルカットされたシングルという形になりますので、まあ、セイエスが出て僕はこの目で嘘をつくを出してツリーが出たわけではなく、セイエスが出てツリーが出て僕はこの目で嘘をつくが出されたという形になりますね。発売日言うてなかったですけども、1991年11月21日発売ということで、フリーよりは後という形になります。はい、CS でボカーンって売れて、世間の注目度が上がりまして、このトゥリーがものすごく売れたんですよ。で、売れた。にもかかわらず、それのシングルカットの、シングルカットされたシングル。だから、まあ、トゥリー持っている人は知ってるはずの曲なんですけども、この曲も割と売れたんです。80万枚売りました。さらっと出した、アルバムからの一曲さらっと出しただけなのに、80万枚売れたと。もう上り詰めていった感じなんですね、チャーギアンダースが。もう完全にもうトップに近づいていこうとしている感じです。出せば売れる。言い方は悪いですけども、出せば売れる状態になっています。セイエスがですね、まあ、なかなか自信たっぷりな歌詞じゃないですか。君は確かに僕を愛してる。に対して、のまま、はいと言ってるじゃないですか。で、こっちは、その自信満々な、多分流れのまま、僕は嘘をつく。この目を見て信じてくれ。嘘ついてる。この目、嘘ついてる目か？信じてくれ。嘘ついてんねん。っていう歌詞なんですけども。もう、やばいよね。内容だけで言うと。嘘ついてんねんけど、この目を見て信じてくれ。神田、この目を見て信じてくれ。って言ってます。すごくね、早い曲です。まあ、ノリノリの曲なんで、ライブではめっちゃ盛り上がる曲ですね。カラオケでもね、割ともういろんな人が歌うと思います。めっちゃノリがいいっていう感じで、叫べる系。ブワーって叫べる系。ただまあ、そもそも音程が高いんで、割ときつい。きついです。まあ、喉潰してもいいよぐらいの勢いで歌っていく感じの曲ではあります。はい、では、CD。いつもこちらから。僕はこの目で嘘をつく。こちらですね。これもまあ、売れた方ではありますので、割とこれを知ってる、このジャケットを知ってる方が多いと思います。真ん中にシパッ。こんな感じ。背面こんなんです。はい。これもですね、CM ソングで使われ、CM で使えた CM ソングという感じなんですね。見たことあると思うんですけどね、CM どんなんだったかちょっと思い出せないですけども。で、これは、私、そもそも、
まあ、こちらを買う前に、すでにシングル持ってました。持ってました。もうこの曲はライブでめっちゃ入る感じですね。アスカがね、すごいアグレッシブな感じで、片手で倒立したままステージを降りるような、そのパフォーマンス。そうだね。確かにそう。バーって降りる。ライブ映像で見たことはありますけども、アップねえ。と思いますけども、まあ、アスカはまあ、運動神経が抜群ですので、自信あったんでしょう。何回も練習したと思いますけど。あとは、まあ、サビですね。サビで、返しのスピーカーかなのところに、まあ、チャゲと一緒に足をバーン乗せて、だから、君の顔をって、二人で一緒に叫んでる。もうその印象が非常に強いです。盛り上がる。まあ、やーやーやーみたいな感じで、もう前奏かかったらもうこう乗ってしまう感じ。一個ではあります。ただまあ歌詞はなかなかひどいですけどね。嘘をついてます。はい。まあ嘘をつかれてもいいという女性ファンは非常に多かったんじゃないでしょうか。さあ、皆さん。わけわかんないですよね。二曲目。フリーダイジェストです。これね、公式のメドレーなんです。はい。僕はこの目で嘘をつく。アルバム、ツリー。そもそも先も言いましたけども、ツリーが先に出ました。僕はこの目で嘘をつくのシングルより前に、ツリーっていうアルバムが出て、ボカーンって売れました。で、ここから僕はこの目で嘘をつくのシングルカット、形になります。同じようなパターンで、二つ前の太陽と埃の中で、あれもですね、シーヤーっていうアルバムを出しまして、そこから太陽と埃の中で、もともとアルバム曲だったものをシングルにしたよ。で、カップリングがライブ音源、男と女とサムデーのライブ音源を入れた作品だよっていう形になります。で、僕はこの目で嘘をつく。このツリー、もともとアルバム曲だった。僕はこの目で嘘をつく。の中からシングルカットした。この中身は、フリーダイジェストっていうタイトルの曲が入ってるんですね。トゥリーのダイジェスト。ということで、トゥリー全曲の、抜粋したメドレーが、2曲目になってます。そんな、今までなかったんですけど、アルバムのダイジェストを公式が用意する。そんなん全然なかった。はい。中、こんな感じです。はい。僕はこの目で嘘をつく。まあ、一曲目の、曲名の歌詞があって、で、二つ目がですね、歌詞ないんですけど、フリーダイジェストの曲の順番、メドレーの曲の順番が載ってます。Say yes, start. 僕はこの目に嘘をつく。Bad news, good news. Catch and release. 夜のうちに。Cat walk. 誰かさ、close your eyes. 明け方の君。くるみを割れた日。モーツァルト、ビルステイ。Tomorrow, big dream. Say yes. 本当に全部入ってます。そうダメです。はい。トゥリーダイジェストとは何ぞという興味だけで買ったシングルです。まだ、この時はチャギアスファン、これが発売された当初、91年、11月の時はまだチャギアスファンとして CD を買ってなかったので、後追いになるので、まさに何ぞっていう感じで買った CD になります。まあ、この、シングルが発売した狙いとしては、まだトゥリーを買ってない人に対しての、アピール、宣伝であったんだろうっていうのが、ね、2曲目がフリーダイジェストにある時点で、めちゃめちゃ売れたアルバムではあるんですけども、アルバム曲、こんなんがあるよ。興味持ったら、フリーも聴いてみてね。っていう感じのがちょっと見れる感じです。まあ、わざわざシングルカットして、そのダイジェスト、公式がダイジェストを載せてっていう形なので、まあ、間違いなく、そういう役目なんだろうなって思ってます。で、僕が初めて買ったチャイアスの、CD がスーパーベスト2っていうベストアルバムだったんですけども、それの鳥を飾ってるのがこの曲。
僕はこの目で嘘をつくという感じで、もうノリよく終わった感じですね。ツリーが先か、ツリーダイジェストが先か、ちょっと定かではないんですけども、多分ツリーを買ってからこのシングル手に入れた気がするんですよ。だから僕としては宣伝効果は全く効果はなかったと思います。昔まだカセットテープが主流やった時代って、自分でね、メドレー作ってたんですよ。CD を、CD 入れて、テープで録音するじゃないですか。で、この部分とこの部分を繋ぎ合わせようっていう、メドレーを、まあ、自作してたんですね。アホでしょ。でもそうなんでやってたんですよ。それを公式がわざわざメドレーを作ってくれたんですけど、俺の繋ぎの方がうまいな、ちょっと思いました。まあこれツリーで限定してたんですけど、もう僕はもう全部の CD から、この曲とこの曲つなげたろみたいな感じでいろいろほんま試行錯誤してやってたんが、講師がトリーのアルバムから全曲メドレーで作っちゃったという感じなんです。まあ後にも先にも公式が作ったメドレーというのはこれしかありません。なので非常に珍しい曲ではあると思います。まあトリーの中身語ろうとしたら、どうやったってトリーのアルバム紹介の時に被っちゃうんで、これ以上言えないで、ここまでにしたい。はい、というわけで今回は僕はこの目で嘘をつく紹介させていただきました。まあしかもね、割と有名なシングルで持ってる方多いと思います。懐かしいなって思っていただける方も多いと思いますね。セイエス次に出したシングルカットという形で、まあミリオンはいかなかったにしても、だとしてもすごい売れた方だと思います。はい、それではこの動画はこれで終了したいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。 See ya!